仕事何してるって言われたけど言わなかった、言わなかったね。顔変わりすぎてっつうか、あ、でもその元彼にはふわっちやってること言った。あの前の配信出てくれたら結構おもろくない？出てほしいんだよね。前高校出てるよ。高卒だよ前。大学は行ってない。元彼結婚してたね。てかみんな結婚してる。やっぱ30だもん。懐かしかったな。懐かしかった。お前めちゃくちゃまともになったねって言われた。めちゃくちゃまともになったねって、ね、どんだけ気違いだったんだろうね昔って。もう全然覚えてない、ね、このスープもったいなくない？あ、豆腐2年付き合ってたからね。頼んでみようかな、あの配信今度出てくんないって。これ雑炊絶対美味しいよね。いや食べれるか分かんない、これ食べきったとして。でもさすごくない？これ食べきったらさすごくない？絶対食えないだろうって言ってたじゃん。うん、なんか野菜って水分が多いからお腹いっぱいになっちゃう。今見せたのホッキ貝。何言ってんの422号。個人情報は教えることはできない。高卒だよマジで。あ、自分で言ってた？そう、前通信制なんですよ。で学校一回もあの通ったことない。一回も行ったことない。あのレポートもあの元彼に全部やってもらえて、元彼のおかげで卒業できた。通信のレポートって半端ないからね。え、ちゃんとした同窓会とかじゃないよ。あのそんな先生がもう来てとかそういうガチのじゃないよ。普通にあの高校生の時の集まり。あの学校の友達じゃない、なんつったらいいの、あの高校時代の年の頃のみんなで集まった同窓会。それ同窓会じゃないの。あの地元の同窓会、高校のじゃないの、なんて言うの、地元の集まり。同窓会ってどういう意味なの？学校の友達ってこと？もう何でもよくね。細かい、細かくない？なんでその細かいの？何でもいいよね。そんな くだらないこと。あんこ鍋。高校行ってたってことが、あのでも一回もあれだよ通ってないよ。お金だけ払ってレポートやってもらってただけだから、通信のお金だけ払ったぐらいじゃん。通信はね、 お金払えば卒業できるよ。通信って言ったっけ配信で。なんで中卒ばかりなの？なんで？まあでも前も中卒と変わんないよね。一回も通ってないからね。結構食った。転卒と火薬さん大卒。火薬さんってボンボンなんでしょ。お家がどうして高校くらい、いや高校一応高卒だけど、なんか言われるんだけど過去に戻ってやり直せるんだったら、まあ、いや高校行ってた、ちゃんと都立行ってたみたいな。どんなに過去戻せても絶対行かないね。
私ね、あの毎朝起きて通うってことがもう苦手かもね。配信も毎日できないじゃん。できないんだよ。クズなんだよね、根っからのクズ。だから今言ったじゃん、毎朝通って、で勉強も嫌いだし、で続、あの仕事まで続かないし、ふわっちなくなったらどうすんだろうね。その時考える、なくなった時考えたらいくね。でもさ、配信する場所ってどこ、ふわっちだけじゃなくない？ね、TikTok とかさ、ツイキャスとかあるじゃん。まあ、いつかは結婚したいよね。子供欲しいし。まゆの将来の夢、主婦だもん。料理好きだし。主婦が夢。さす無理なんで。まゆ、虚言じゃないよ。ただちょっと盛るよね。盛り症。あの、盛り上げたいんだよ。関西のおばちゃんみたいなテンション。別に悪気ないし。盛っちゃうんだよね。でもさ、大抵前が盛るときってくだらない内容じゃない？どうでもいい。あ、ココちゃん関西なんだ。前東京。お腹いっぱいです。あ、いいだし。これどうしようかな。お腹いっぱいいっぱい。あれ、灰皿。雑炊。明日雑炊だね。ちょっとしかないけど野菜抜いた方がいいのかな。野菜抜いた方がいいのこれ。お腹いっぱいです。美味しそうだった。今日の夜中減りそうだな、お腹。多分深夜食べてそうこれ。でも最近私規則正しくて、もう夜の11時ぐらいにもう就寝してるからね。最近規則正しい。スープと具を別々にして。まいちゃん、タバコでリングできるか。どうやってやんの。できません。私、いや、そんな痩せたかな。知らないよ、私元ヤンじゃないし。これ元ヤンしかできないでしょ、こんなこと。可愛すぎて初見だけどずっと見てました。ありがとう、初コメ。可愛いだって、可愛いだって。バッバッだから、バッて分かんない。食べてんだけどね。あのね、食べてんだよ私ちゃんと。40キロジャストになっちゃった。危ないんだよ、もうすぐ30キロ台いっちゃうかもしんないから。食べてるじゃん、吐いてないし。しかもマジで、あのコロナで、あの変わっちゃったね。あの変わった、代謝とかじゃなくて、コロナから急激に痩せた。マジで、あの今年の5月からだって衝撃じゃない。今年12キロ変動してんだよ。4月まで52キロだったんだよ。そんだけ痩せて。フラフラは、え、でも家から出てないから分かんないあんまり。いや悩みだよ。だってなんかあの老けたもん。いやなんかね、体質が変わった、マジでコロナで。
って吐いてるって言われすぎて本当に吐いてないからね。で配信私切らないじゃん、食べた後絶対に。本当に吐いてないよ。あーもっと食べて。誰ですか。あー J ちゃんありがとう。ハート花火ありがとうございます。そう食べてんだけどね。パチコメナイス。いや昨日もめっちゃ食べたしな。前の体重マックスは58キロとかかな。58キロ。いやどうしよう。いや迷ってんだよね来月ナイス。だってあともう10日切ってんだよ今月。全然やる気が出ない。毎日配信しないといけないでしょ。で長時間迷ってます今。痩せる薬飲んでない。何もしてない本当に。あそうそうそうだね。お金なくなってその時頑張り出すタイプだね。確かにそうかも。あとはあそうそれもあるし、で去年は総理の家にいたじゃん。だからナイスやろうとも思わなかったし、追い詰められないとっていうところある。でナイスもある程度増えると、あもうちょっと休んじゃおうとかね。食べたらうんこしたくならない。あっち行こう。あれガン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 。待って待って、お座り待ってよ。お座りはいいよ。ねえねえ、リンゴあげてもいい？リンゴ。リンゴとあげていい？いい？浮いた。あのね、めちゃくちゃうまいとああやってね、どっか遠くで食べる。でかい？これでかいかな。ハニーかわいい、ありがとう。ケイちゃんでかいか。ちょっと待って、ハニーちゃん。へやば、誰に似たんだこの。誰に似ちまったんだお前は。じゃあちょっと待ってね。じゃあちょっとあれをやりたいと思います。